アクスレイというゲームを紹介するよ。アクスレイ、どんなゲーム？コナミが1992年に発売したスーファミのシューティングゲームだよ。グラディウスさんの次に出たコナミの第2弾シューティング作品なんだ。へえ、グラディウスの自作なんだ。特徴は？縦スクロールと横スクロールが交互に入れ替わる全6ステージで構成されてるんだ。縦スクロールでは空中での激しいドッグファイト、横スクロールではコナミ伝統の正統派シューティングが楽しめるよ。2つのタイプのシューティングが楽しめるなんて面白そう。そうなんだ。特に縦スクロール画面がすごいんだよ。星が球体に見えたり、雲が透明感があったりして、本当に空を飛んでるような感覚になるんだ。すごい。でもそんなの当時のハードで可能だったの？スーファミの拡大縮小回転機能をフル活用してるんだ。疑似 3D 表現で球体の外側を進んでるような表現をしてるよ。なるほど。でもちょっと違和感もありそう。そうだね。画面の上に行くほど時期の見かけの速度が遅くなったり、大型キャラが歪んだりするから確かに違和感を感じる人もいるかも。ゲームシステムはどんな感じ？独特の武器システムがあるんだ。額の3箇所に武器を装備できて、それを切り替えながら戦うんだよ。3箇所もどんな武器があるの？全部で8種類あるよ。レーザー系、バルカン系、ミサイル系があって、ステージクリアごとに選択肢が増えていくんだ。へえ、戦略性がありそう。でも難しそうだね。確かに難しいけど、リトライ性は高いんだ。コンティニューもできるし、ステージ開始時に武器を選べるから試行錯誤できるよ。なるほど。音楽はどうなの？ BGM がすごくいいんだ。あとにラブデリックを設立する工藤太郎さんが担当してて、ゲームの雰囲気にぴったりなんだよ。へえ、音楽も注目ポイントなんだね。そうなんだ。あ、実は開発にはトレジャーのメンバーも関わってたんだよ。トレジャー？あの名作をたくさん作ったメーカー？そう、コナミ時代の最後の作品なんだって。だから完成度が高いんだ。へえ、そんな縁があったんだ。でもあまり有名じゃないよね。そうなんだ。発売当時はビッグタイトルに埋もれちゃって、でも戦略性や演出、素晴らしい BGM など忘れられるにはもったいない名作だよ。そっか、今でもプレイできるの？ Wii などのバーチャルコンソールで配信されてたけど、今はちょっと難しいかも。でもリメイクしてほしい作品の一つだね。なるほど。機会があればぜひプレイしてみたいな。おすすめだよ。隠れた名作を発掘する楽しさも味わえるしね。もう一つの宝島というゲームを紹介するよ。へえ、どんなゲームなの？1996年に任天堂から発売されたスーパーファミコンのアクションアドベンチャーゲームだよ。ゼルダシリーズの開発スタッフが作った作品なんだ。ゼルダシリーズのスタッフ？すごそう。そうなんだ。伝説の宝、マーベラスが眠る島で3人の少年が冒険するんだよ。主人公は素早いギオン、力持ちのマックス、器用なジャックの3人組。3人同時に操作するの？難しそう。実はそこがこのゲームの斬新なところなんだ。3人がまとまって動くんだよ。誰をリーダーにするかで動きが変わるし、時には別々に行動することもあるんだ。へえ、面白そう。でもどうやって協力するの？チームワーク、システムがあるんだ。ホイッスルで集合して肩車をしたり、大きな岩を動かしたりして協力するんだよ。なるほど。それぞれの特徴を活かせそうだね。
そうそう、あとサーチシステムっていう重要な機能もあるんだ。サーチシステム？それは何？謎解き系ゲームでよくあるヒントを探すモードだよ。そこで得た情報をもとにアイテムを使って謎を解いていくんだ。へえ、本格的な謎解きゲームなんだね。シナリオもかなり作り込まれてるんだ。過去へタイムトリップしたり、ワンピースのインスピレーション元になったなんて噂もあるくらいだよ。え、ワンピースと関係があるの？噂だけどね。でも宝を探す海賊の話とか見てる部分はあるかも。ちなみにこのゲームは前後章で構成されてるんだ。5章も長いゲームなんだね。そうなんだ。各章で違う場所を冒険するから飽きずに楽しめるよ。第1章派キャンプと第2章派海賊の町、第3章派バオバブの木がある村。いろんな場所に行けるんだね。でもなんでそんなところに行くの？実はゲームの序盤でジーナ先生っていう担任の先生が海賊に誘拐されちゃうんだ。3人の少年たちは先生を助けるために冒険することになるんだよ。先生を助けに行くの？勇敢な子供たちだね。うん。でも単に先生を助けるだけじゃなくて、伝説の宝マーベラスにまつわる謎も解いていくんだ。へえ、ストーリーが深そう。他に特徴的なところはある？そうだね。このゲーム SAH チックっていう特別なチックを使ってるんだ。これのおかげでグラフィックや処理速度が向上してるんだよ。へえ、当時としては画期的だったんだね。そうなんだ。あと面白いのが BS マーベラスっていう体験版があったこと。サテラ流っていうシステムで本編の前に遊べたんだよ。体験版が放送されたの？珍しいね。タイムアスレチックとキャンプアーノルドっていう2つの体験版があったんだ。これで世界観やシステムを知ることができたんだよ。へえ、すごく力の入った作品なんだね。今でも遊べるの？実は2024年4月から任天堂スイッチオンラインで遊べるようになったんだよ。ああ、それは嬉しいね。やってみたくなってきた。ぜひ遊んでみてね。3人の少年たちと一緒にマーベラスの謎に挑戦だ。ノスフェラトーというゲームを紹介するよ。ノスフェラトー？吸血鬼のこと？そう、1994年にセタから発売されたスーパーファミコンの 2D 横スクロールアクションゲームだよ。吸血鬼ノスフェラトーに恋人をさらわれた主人公が城に乗り込んで救出するんだ。へえ、ドラキュラみたいな感じなんだね。どんな特徴があるの？まずグラフィックがすごく綺麗なんだ。海外のゲームみたいな雰囲気があるんだよ。でもれっきとした日本製のゲームなんだ。へえ、日本製なんだ。意外。そうなんだ。そしてこのゲームの最大の特徴は格闘ゲーム要素が強いことなんだよ。主人公は素手で魔物たちと戦うんだけど、攻撃のバリエーションがすごく豊富なんだ。素手で？武器は使わないの？素手だけ。でもいろんなコンボが出せるからすごく爽快感があるんだ。パンチやキックを組み合わせて連続技を決めていくんだよ。へえ、格闘ゲームみたいなアクションゲームなんだね。難しそう。確かに難しい部分もあるんだ。操作に慣れるのに時間がかかるかもしれないね。でも慣れると本当に楽しいんだよ。ゲームの構成はどうなってるの？全部で6ステージあって、各ステージの最後にボスがいるんだ。時間制限もあるけど、ボス戦では無制限になるよ。6ステージか、結構ボリュームありそうだね。セーブはできるの？残念ながらセーブ機能はないんだ。昔のゲームによくあるクレジット制なんだよ。最初に8クレジットあって、ミスするたびに1つ減っていくんだ。え、セーブできないの？難しそう。そうなんだ。でもステージの途中に宝箱があってアイテムが手に入るんだよ。
体力回復や攻撃力アップ、時間増加なんかのアイテムがあるから、うまく使えば有利に進められるんだ。なるほど。でも、初見だと厳しそうだね。確かに初見では難しいかも。トラップもたくさんあるし、敵も強いからね。でも、慣れてくると攻略の楽しさがあるんだ。エンディングは？面白いところで、エンディングが2種類あるんだ。クレジットを残してクリアするとグッドエンディング。全部使い切るとバッドエンディングになるよ。へえ、やり込み要素もあるんだね。評価はどうだったの？賛否両論あったんだ。操作性の悪さを指摘する人もいれば、リアルな動きを追求した結果だと評価する人もいたんだよ。音楽もすごく評価が高くて、ホラーチックな雰囲気を出してるんだ。なるほど。今でもプレイできるの？残念ながら、今はプレイするのが難しいかも。でも、ゲームセンター CX という番組で取り上げられたこともあるんだよ。へえ、そうなんだ。機会があればプレイしてみたいな。難しいけど面白いゲームだよ。格闘ゲーム好きなら特におすすめだね。独特な雰囲気と爽快なアクションを楽しめるから、ぜひチャレンジしてみてね。エリア88というゲームを紹介するよ。エリア88？ どんなゲームなの？1991年にカプコンから発売されたスーパーファミコンの横スクロールシューティングゲームだよ。新谷薫先生の人気漫画が原作なんだ。へえ、漫画が原作なんだ。どんな内容なの？傭兵パイロットたちの戦いを描いた作品だよ。ゲームではプロジェクト4という敵を倒すのが目的なんだ。オープニングの「ここは地獄の激戦区」っていうセリフがかっこいいんだよ。かっこいい。でもシューティングって難しそう。大丈夫。このゲームはシューティング初心者にも優しい設計になってるんだ。ライフ制を採用していて、敵を倒して賞金、得点を稼ぎながら機体や武器を買ってパワーアップできるんだよ。へえ、パワーアップできるんだ。どんな機体や武器があるの？機体も武器もバリエーションが豊富なんだ。 F-14 トムキャットや F-15 イーグルなどの実在する戦闘機から架空の戦闘機まで選べるよ。特殊武器も多彩で、プレイスタイルに合わせて選べるんだ。すごい。自分好みの機体を作れそうだね。ミッションはどんな感じ？ミッションも多彩だよ。敵の補給部隊を殲滅したり、自分たち傭兵部隊を防衛したりするんだ。面白いのは、ステージを自分で選べるようになってることかな。自分でステージを選べるの？珍しいね。そうなんだ。これによって苦手なステージを後回しにしたり、戦略的にプレイできるんだよ。でも時々敵の進行部隊が来て、急いでそのステージをクリアしないといけないこともあるんだ。なるほど。臨機応変な対応が必要なんだね。難易度はどう？イージーからゲーマーまで4段階あるよ。ゲーマーは隠し難易度でかなり難しいんだ。でもきちんと賞金を稼いでパワーアップしていけば、シューティングが苦手な人でもクリアできる難易度になってるんだ。それは嬉しいね。やり込み要素はあるの？うん、あるよ。慣れてくると最初の機体でどこまでいけるかとか、標準装備だけでクリアを目指すとか、いろんな遊び方ができるんだ。面白そう。グラフィックや音楽はどうなの？グラフィックはアーケード版と遜色ないくらい綺麗なんだよ。音楽も評価が高くて、特に戦艦ミンスク、ステージの BGM が人気なんだ。へえ、音楽まで凝ってるんだね。他に特徴的なところは？そうだね。パイロットに特性があるのが面白いポイントかな。シンは通常ショットが強くなりやすいし、ミッキーは特殊武器が充実してるんだ。あと終盤のあるボスが難しくて、みんな苦戦してるみたいだよ。へえ、パイロットによって戦い方が変わりそうだね。でも難しいボスがあるのか。うん、でもそれも含めてこのゲームの魅力なんだ。
クリアした時の達成感はすごいよ。なるほど、今でもプレイできるの？残念ながら今すぐプレイするのは難しいかも。でも機会があればぜひ挑戦してみてね。かっこいい戦闘機で空を飛び回る爽快感は格別だよ。面白そう。機会があったらぜひプレイしてみたいな。そうだね、きっと楽しめると思うよ。戦闘機好きにはたまらないゲームだからね。ライブ、ライブというゲームを紹介するよ。ライブ、ライブ、どんなゲームなの？1994年にスクウェアから発売されたスーパーファミコンの RPG だよ。7つの異なる時代と場所を舞台にしたオムニバス形式のゲームなんだ。へえ、7つもどんな時代があるの？原始時代、古代中国、幕末日本、西部開拓時代、現代、近未来、そして遠い未来の宇宙だよ。それぞれのシナリオが独立していて、プレイする順番は自由なんだ。すごい。でも、どうしてそんな変わった形式にしたの？実は、この企画のきっかけは漫画家の小林よしのり先生なんだ。小学館の漫画雑誌で連載していた7人の漫画家がキャラクターデザインを担当したんだよ。漫画家さんたちが関わってるの？誰がいるの？小林よしのり先生はもちろん、後に名探偵コナンで有名になる青山豪昌先生や島本和彦先生なんかも参加してるんだ。今では超有名な作家ばかりだよ。すごい豪華メンバー。でもゲームの内容はどんな感じなの？各シナリオで主人公が違ってそれぞれの時代や場所で目的を達成していくんだ。面白いのはシナリオごとにゲームシステムが少しずつ違うところだね。へえ、システムも違うの？具体的にはどんな感じ？例えば、原始時代では言葉がないから、全部ジェスチャーでストーリーが進むんだ。幕末編は忍者が主人公で、隠密行動がメインだったりするんだよ。面白そう。でも、戦闘システムはどうなってるの？チェッカーバトルって呼ばれる独特のシステムを採用してるんだ。7×7 のマス目のボード上で戦うんだけど、1取りが重要になるんだよ。へえ、チェスみたいな感じかな？難しそう。確かに慣れるまでは難しいかもしれないけど、独特の面白さがあるんだ。技の射程や効果範囲を考えながら戦うのが楽しいよ。なるほど。でも、7つのシナリオをクリアしたらゲームは終わり？実はそうじゃないんだ。7つのシナリオをクリアすると、新たな8つ目のシナリオが出現するんだよ。そしてその後に最終編が始まって、すべての主人公たちが集結するんだ。え、みんなが集まるの？すごい。そう、最後は全員で力を合わせて戦うことになるんだ。でもどの主人公を選ぶかでストーリーが大きく変わるから、何度もプレイする価値があるよ。へえ、奥が深そうだね。音楽はどうなの？音楽も素晴らしいんだ。下村陽子さんが担当していて、各シナリオの雰囲気にぴったりなんだよ。特に、メガロマニアっていう曲は有名で、ボス戦で流れるんだけど迫力があるんだ。へえ、音楽まで凝ってるんだね。今でもプレイできるの？実は2022年に任天堂、スイッチで、HD2D というグラフィックでリメイクされたんだ。2023年にはプレイステーションや PC でも遊べるようになったよ。わあ、最新機種でも遊べるんだ。やってみたくなってきたな。うん、ぜひやってみてね。いろんな時代を冒険できて、それぞれのストーリーが面白いんだ。しかも全部つながっていく展開は感動的だよ。そっか、じゃあ私も挑戦してみようかな。ありがとう、ずんだもん。きっと楽しめると思うよ。いろんな時代を冒険して、最後の展開を楽しんでね。
ガンハザードというゲームを紹介するよ。ガンハザード？どんなゲームなの？1996年にスクウェアから発売されたスーパーファミコンのアクション RPG だよ。フロントミッションシリーズの2作目なんだ。フロントミッション？あの戦略シミュレーションゲーム？そう。でもこの作品は 2D アクションゲームなんだ。舞台は2064年の未来世界で、バンツァーという二足歩行型の戦闘兵器が活躍するよ。へえ、フロントミッションなのにアクションゲームなんだ。面白そう。でもフロントミッションらしさはちゃんとあるんだ。例えばパーツを集めて磁気をカスタマイズできるシステムは健在だよ。カスタマイズできるの？どんな風に？機体や武器に熟練度というシステムがあって、使えば使うほど強くなるんだ。武器は威力が上がったり、機体は耐久力が上がったりするよ。へえ、RPG 要素があるんだね。他にはどんな特徴があるの？そうだね。面白いのが、バンツァー乗降システムというのがあるんだ。主人公が機体から降りて、生身で行動できるんだよ。え、生身で？危なくない？確かに危ないけど、壁に取り付いて登り降りしたり、しゃがんで敵の攻撃をかわしたりできるんだ。中には生身でしか行けない場所もあるんだよ。へえ、アクション性が高そうだね。ストーリーはどんな感じ？主人公のアルベルトがクーデターで祖国を追われて、傭兵として世界中を転戦しながら真相に迫っていく物語なんだ。世界中を転戦？スケールが大きいね。そうなんだ。全部で6章あって、各地で起こる紛争に巻き込まれていくんだよ。途中で仲間も増えていくし、敵も強くなっていくんだ。仲間も出てくるの？どんな人たちがいるの？例えばキャリアのパイロットのブレンダとか、爆薬の専門家ルベン、小型機パイロットのアクセルなんかがいるよ。みんな個性的でストーリーに深みを与えてくれるんだ。へえ、キャラクターも魅力的そうだね。グラフィックはどう？スーパーファミコンとは思えないくらい綺麗なんだよ。特に背景の描写が素晴らしくて、宇宙から地上まで多彩な場所で戦えるんだ。すごい。でも難しそうだね。確かに難しい部分もあるけど、操作性はすごく良くてストレスフリーなんだ。それにストーリーが魅力的だから、ついもう少しって思っちゃうんだよね。なるほど。続編は出てないの？残念ながら続編は出てないんだ。それが唯一の欠点かもしれないね。でもだからこそ完結した物語を楽しめるとも言えるかも。そっか、今でもプレイできるの？ Wii のバーチャルコンソールで配信されてたんだけど、今はもう終了しちゃったんだ。でも機会があればぜひプレイしてみてほしいな。隠れた名作だよ。面白そう。機会があったら絶対にやってみたいな。そうだね。アクションと RPG の要素がうまく融合した独特な魅力のあるゲームだよ。きっと楽しめると思うよ。カルラオというゲームを紹介するよ。どんなゲームなの？教えて。1993年にナムコから発売されたスーパーファミコン用アクションゲームだよ。主人公のカルラが魔人アシュラからビシュヌを救う物語なんだ。まるでマリオとピーチとクッパみたいね。そうだね。でも東洋風の世界観が特徴的なんだ。全16ステージを横スクロールで進んでいくよ。16ステージもあるの？長そう。大丈夫。3つの大陸に分かれてるから飽きないよ。各ステージにはボスがいて、倒すと新しい必殺技を覚えられるんだ。必殺技？どんなのがあるの？全部で8種類あるよ。ソニックブームみたいなのから始まって、ヒトラホー、菩薩印、爆霊波、霧幻人、雷神剣、金毛呪い、天照舞まであるんだ。すごい。覚えるの大変そう。大丈夫。LR ボタンで切り替えられるから使いやすいよ。それに壁にくっつけたり、壁ジャンプもできるんだ。アクション性が高そうね。でも難しくない？確かに
初見殺しの罠もあるけど、リトライ性は良いんだ。1アップアイテムも多いし、残機が99まで貯められるからね。それは安心だね。グラフィックはどうなの？スーファミの機能をフル活用してるよ。モード7で 3D 風の演出もあるし、ドット絵の作り込みも素晴らしいんだ。雨や雲の表現もリアルだよ。音楽はどうなの？ BGM も雰囲気があっていいよ。それに、カルラの掛け声も収録されてるんだ。へえ、当時としては珍しいね。そうなんだ。あ、でも残念なこともあるよ。どんなこと？ストーリーがちょっと薄いんだ。基本的にはヒロイン救出が目的で、一般人も出てこないから、世界観が若干寂しい感じかな。なるほど、他に気になる点は？そうだね、終盤の難易度が急に上がるんだ。最後の大陸では残機稼ぎもできないから、積むこともあるんだよ。え、それは厳しそう。でも、パスワード制だから、前の大陸からやり直せるんだ。パスワードは 4×4 のマスに3種類のアイコンを置くだけだから簡単だよ。なるほど。でも今はプレイするの難しそうだね。そうなんだ。今はプレミアがついちゃって、すごく高価なんだよ。でも、このゲームのディレクターは後に、グランツーリスモを作ったんだ。へえ、そんな縁があったんだ。そうなんだ。あ、隠し要素もあるよ。幻波の壁、で上に行くと、隠し 3D ステージが出てくるんだ。おお、やり込み要素もあるんだね。うん。でも、直後のステージが難しいから注意が必要だよ。なるほど、全体的に難しいけど面白そうなゲームだね。そうだね、堂々のアクションゲームを楽しみたい人にはおすすめだよ。今はプレイは難しいけど、機会があればぜひ遊んでみてね。ファミコン。